ハッピー、今日は2回目です。今日も楽しくいきましょう。よろしくお願いします。なおちゃん、はい、また可愛いですね。ありがとうございます。ちょっと今年流行りの黄色を、はい、着てみました。可愛い。西岡さん、今日なんか春の装いですね、うん、なんかあーちゃんはあれだね、なんかちょいちょい私をいじりたがるね。今各界が大注目する3人組テクノポップユニット Perfume、 そしてキャンキャンカリスマモデル徳澤直子ちゃん、女芸人西岡さんで送るハイテンション Girls Variety。 私たち5人で女の子がハッピーになるために作ったコミュニティ、それがこの番組ハッピー。はい、毎週オフ会を行いまして、ハッピーになれるものを体験し、そして発信しちゃうというこのね番組でございますよ。はい、今夜のオフ会のテーマは有名人のおすすめグルメでハッピー。大丈夫ですか？なんか大丈夫ですか？ちゃんと乗ってきてくれるんだ。これ番組の途中途中でやるの？やりますよ。そうですよ。西岡さんついてきて。今夜はブログで見つけたハッピーグルメ。まずは人気急上昇中、キャンキャンモデル浅尾美優さんのブログで見つけたハッピー。体に美味しい丸々。差し入れでいただいたというこちらのケーキ、浅尾さん曰く、これ普通のケーキではないんです。左が大根ショコラで、右が長ネギベイクドチーズ。野菜？実は野菜スイーツ専門店のケーキなのです。お店には今春野菜スイーツがたくさん、皆さんもぜひとのこと。旬の野菜スイーツでハッピーなキャンキャンモデル浅間さんでした。続いてはセレブモデル田波涼子さんのブログで見つけたハッピー。まるまるでお肌プルプル。田波さんが今ハマっているのはトントコトンの豚しゃぶ。豚肉の美味しさもさることながら、田波さんの一押しはコラーゲンボールを入れてくれるの。明日はお肌プルプルなはずだわ。コラーゲンボール鍋でハッピーなセレブモデル田波涼子さんでした。お次はエアギター世界一大の字大内さんのハッピーをチェック。好きなんですか？はい。意外なマッチング。大内さん流手羽先の食べ方は、塩コショウで下味をつけてコーラで煮込み、最後にちょっとだけ醤油を垂らして終了。料理通にはやっている人が多い手羽先のコーラに、美味しいのかな。炭酸でお肉が柔らかくなって甘みも程よく絶妙なんだって。手羽先コーラにでハッピーな大の字大内さんでした。最後は女優雛形あきこさんのハッピーをチェック。食べるのがもったいない。今回もいただいちゃいました。船越さんはスタッフキャスト全員に毎回このピーをくれるのです。船越さんって、船越英一郎、俳優船越英一郎さんからドラマの撮影現場でいただいたというのは、船越さんの顔入りバームクーヘン。すごい。こちらは船越さんが新しいドラマを始めるたびに行きつけの専門店でオーダーしている特注品。もちろん顔の部分も食べられるそう。船越バームクーヘンを美味しくいただき、ハッピーな雛形さんでした。おすすめのグルメを用意してくれた。まずはキャンキャンモデル浅間さんおすすめの野菜スイーツ。これは全部じゃあ野菜ケーキですか？おーすごい。なんとなくさ、こういうの見るとさ、こう罰ゲームとか確かにこの辺とかそう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 、うん、じゃあこの罰ゲームをちょっと言ってください。罰ゲームないですから。ちょっと食べていきます。どれどれ行く？嬉しいね。これなんだろう。赤パプリカのムース。パプリカ、パプリカ、ピーマンじゃん。いただきます。あ、ほんとだ。なんかちょっとイタリアンっぽい味がする。甘いんですか？うん、そこまで甘くない。パプリカだよ、パプリカ。これはそれアスパラさんですね。じゃあ、ちょっと食べてみて。うへぇーって言ったら、そこの緑がアスパラってこと？多分そうですよね。これ、だってもうなんか匂いする。どう？アスパラ。アスパラ。美味しくない？アスパラの苦味があるってこと？なんかグラタンに入ってるアスパラみたいな味がします。あ、そう。アスパラの苦味。
ここで野菜嫌いのカシューカもパクリ。苦くないんです、甘いです。これで野菜を取れてるなら私はすごい嬉しいです。これはこれなんかこのケーキに見えますよね。次は教えません。食べてみます。なおちゃんにその仕打ち。緑でしょ。まあ食べ方が可愛い。ちょっとおちょこちょいだね。なんだろう。何何枝豆春菊。春菊オペラっていうらしい。分かんなかったです。春菊はっちゃんすぐ行くな。はい、まあ正解を知って食べると春菊かなって感じしますけど、美味しいです。美味しい、これ全然美味しい。他にもあります。あら、なんか大きいのが来ましたよ。何何これ。いきますよ、はい、せーの、じゃーん。うわー、うわー、出た。うわー、危ない。メンバーみんなの黒入りですよ。これ持って帰ってもいいですか。すごい、これまだ作ってもらったんですか。これなんかみんなアーシャ的なの。西尾さんどうしたんですか。いや、西尾なんで私の横に広がってるんですか。ちょっと、じゃあ西岡さんのを食べようよ。なんでなんで、どっかで行く。待って、そこ危ないでしょ。ちょっとこれ食べれるんですか。これ食べれる、マジで。今から食べるか。おかしいわ、もう。じゃあちょっとこの顔いただきます。美味しいですよ。でも絶対美味しいと思う。顔入りオリジナルバームクーヘン、皆さんもお祝いなどに送ってみては。ここで食べてばっかりじゃ綺麗になれないカリソンモデルなおちゃんの簡単美肌術を聞いちゃうぞ。私たちにもちょっとすぐ使える綺麗な裏技とかね、なおちゃんにちょっと教えてもらいたいんですけど。本当ですか。簡単なものでも大丈夫ですか。はい、全然。私が毎朝とか毎晩とかやってるものです。まず洗顔の時に氷を用意するんですよ。それを顔を洗う時にこうくる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 表面を氷でマッサージするんですか。そうです、そうです。でその後お湯でもう一回温め直して、それを何回か繰り返すんですよ。そうすると血行が良くなってくすみが取れやすくなる。くすみ取りたい。くすみ取りたい。切実ですね。洗顔の泡でこう洗い終わった後なんですか。あとですね、綺麗な状態。すぐできる ねまだ大丈夫でしょ。でもいや、もう来てますね。そろそろ来てますね。19でしょ。いやはや、もうそんなの関係ないんですよ。いやはや。他に簡単綺麗な技とかありますか。はい、ですね、まだわかんないかな。だんだんこう顔が凝るようになってくるんです。顔が凝る。顔が凝るんです。凝るよ顔は。それがなんかずっとほっといて老廃物が溜まってだんだん下がってきちゃうっていう話、でそれを防止する方法っていうのがあって。どうするんですか。まず親指を、右手だったら左のほっぺの内側にもうガッて入れちゃう。口の中に入れちゃう。そう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 。で外側の指と挟んでゴリ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 、多分あると思うんですよね。なんか塊みたいのがこの辺かな。これこれあった。喉これあった。これどうしたらいいの。これこれをもうずっと毎回毎回やってるとゴリゴリがなくなるんですか。ゴリゴリってどれ。私あるんだけど大丈夫かな。大丈夫じゃないかな。軽く揉むのがポイント。変顔になっちゃうからみんなはこっそりお試しを。この後さらにハイテンションハッピーメンバー代表キャンキャンモデルなおちゃんのブログで見つけたハッピーグルメはこちら。一年中食べている。食べてます。マキも一緒。代謝良くなりそう。なおちゃんもハマっていてもはや定番というのがこのカレー鍋。キャンキャンモデルさんたちのハートをがっちりキャッチのこちらのお店。30種類のスパイスと和風だしを合わせた特製カレースープが絶品。新鮮なお野菜もたっぷりで鍋好きのモデルさんたちは一年中食べているんだって。春の新生活のこの時期、ハッピー5人もカレー鍋を囲んで美味しく仲良くなろう。食べたい。ということで電信棒のカレー鍋をご用意いたしました。おー、入ってる。あ、美味しそう。あ、いい匂いするカレーの。美
豚さんってちゃんとやらないとダメなんですね。そうだよ、みんなどうした、ちゃんとやった？うん、なんかカレーもサラサラしてるんですね。あの、なおちゃんがすごいスタイルがいいじゃないですか、うん、体型維持のためにダイエットとかそういうのはしてますか？します。やっぱり私すぐ太るんですよ。そうなんですか？本当に。だからもうそういう時は野菜ですね。やっぱ野菜なんだ。やっぱ鍋なんだ。私もね、食べたら太るんだけど、うん、でも遅いですよね。なんか対策をしたりしてるんですか？あの三点体操っていうのを結構推進してるよ。え、三点倒立して、ながら体操ってテレビ見ながら足をこうやってこうやって、そうすると体力使うし結構ね、いい運動になる。そんなのができるんだ。 今見せてもらえたりしないんですか？今見せてもいいけど、やってよ、じゃあその後。やりますか？本当？すごい。やってもいいですけど。ぜひ家でやるのに参考にしたい。いや、今やってよ。今ちょっとスカートなんで。すごい。約を3点すごいしまして。この状態がすごいですよね。3、はい。1、2、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 1、